はい、ふつおたのコーナーです。はい、ふつおた失礼いたします。はい、だいぶ前から相談させていただいておりました友達以上恋人未満のあの人と決着がつきました。友達ってやつ聞きて、決着聞きて。はい、お互いに少しずつ距離を置くようになったことで相手も自分の彼女と向き合うようになったようです。このまま友達関係に戻れたら個人的には嬉しいんですけども、やっぱり難しいんでしょうか。男とのと友情関係ってやっぱりないんですかねと。これは夏木先生ごんねえごそごそありましたこの顔は。今ね、感情が読めないこの顔あの爆弾魔みたいになってきてる。以前そうだってごそごそしといて、だいぶまあ前してないし、してあ、そうか、まだしてはない、決めつけてるけどしたとは言ってないです。で、友達以上ごそごそっぽいことはされたんでしょ。友達以上恋人未満の人がいて、今友達に戻ったと。相手も自分の彼女と向き合うようになりました。彼女が向こうには彼女がいて、ちょっとそれこれどうなのかなって悩んでます。悩んでて、その後来てゴソゴソはしてませんって言ってたけど、うん、その後にやっぱそういうことがありましたって来てたよね。そうだよ、はっきり言いましたよ、はっきりはね。そういうことありましたってか、そういう感じのことがありましたみたいな、ね、難しいですよねと。空気がちょっと怖いなみたいなところ、ね、そうですよね。そうっすね、難しいな。それを、なんでも和解の方向に向かい出したと。まあ、よかったんじゃないですか。いやでもそういう男はさ、まあね、どうせまたさ彼女とうまくいかなくなったらゴソゴソするぜ。まあ次のだから多分そいつとは友達関係は無理だよ。ああ、まあね、そういう人だからねっていう、そういうやつだよ。友達というかはもう適切な距離は考えた方がいいよねっていう、まあ、何ともかですね。何ともか、メルともぐらいにしといた方がいいんじゃないっていう、まあ、ミートもかな。ミートモはもうあれほとんど触れ合わないですからそれぐらい勝手にやってるから。いや絶対手出すと思うよこいつは。またまこういうタイプのやつは、そう、彼女いるのにふわふわっとした関係の人を作れる人っていうことは、うん、そういう人だから、うん、あんまり各所にね、うん、あると思いますよ。いやいるけど、その、うんうん、まあここそんな感じだけど、うん、ここそんな感じだけど、うん、だ男女え、ごそじゃあ男女関係の友情、お前らっていう。じゃあ男女関係で友情ができることはあるけどと、ここなんもないじゃないですか。なんもね、ここはなんもないけど、ね、死ぬほどなんもないでしょ。ここは絶対に嫌だリアリティがね、まあね、なんならね、ここはこの辺ラインが本当ここはゴソゴソあるかもしれない。ここが一番ある。なんでここ一番可能性ある。可能性がな、ここは恋人以上友達未満だけ。でもまあここ男同士だ。あ、ごめん、おばさんか。男おばさん、男おばさんとメスのちょうどよくわかんないです。レーズカップル。まあね、とりあえず何かあっても問題ねえよねえけどな、難しいんじゃないかな。男女の仲間、あまりその男女の友情とか考えない方がいいと思うんですよ、うん、なるようになるしかないんで。とりあえずはね、クローゼットの中で着替えても無視できる仲にならないとダメですね。そう、解散か。このクローゼット越しに着替えてんのに、うん、男3人がずっと関係ない話で盛り上がれるぐらい、うん、そこまでいけばね、気にしないっていう、忘れるっていうね、うん、あ、いたんだ。解散出てくるときちょっと寂しそうだって。ちょっとあのほら、いや、開けちゃうみたいな、ふざけたノリすらねえから、うんうん、なんか男子のやめてよとかもう、うん、覗いたら、もう透明人間と新井さんいたら絶対あったのに、うんうん、新井さんだったら開けてるから乱暴にね。いよいよ夏希ね、胸つぶしてるからっつってシャツ脱ぎ出しましたよ。そう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 、この前、ね、胸つぶしてたらいいんだ。いいでよくねえよ。いいやと思って。いいや、もういい。だからそう、想像してみて、それで無理だなと思ったら、そうだね、無視できねえなと思ったら、うん、諦めよ。いや、こいつは多分ダメだと思う。そう、まあ一回そういうことになっちゃったらダメだと思うね。まあまあまあ適切、ね。本当にそういうことにならない人ってのは何にもならねえから。何にもならない。そうね。一年何もなかったね。解散となってもう何年も何もねえんだから。何もねえんだよ。養成所から。ね、もし小林くんとコンビを組むっていう血迷ったことがあったとしたら、首から彼氏の写真をぶら下げてネタをやる。彼氏なくてもフリー素材の男の写真の方が多分下げてると思う。そういう勘違いを少しでもされたくない。そう、少しでもされたくない。絶対に嫌だから。初対面最悪なんだから、ここ最初の印象は。初対面どんな感じだったんですか。こいつ尖ってやがるってずっと思われてたの。そうそうそう。あ、まあ今もまあ尖ってはいますけどね。尖ってないんだよ、ね、尖ってると思ったから嫌だったけど、シスタープリンセス知ってたからちょっと雪解けはそこなんだ。そこなんだ。意外に分からんもんですな。分からんもんですわ。そうですね、まあ、そうそう、分からんもんですからね、うん、この夏我慢してください夏の雪で出ればね大丈夫かな。そうそう、夏がなんか起きそうだから夏乗り越えましょう。はい、次行きましょう、はい、次行きましょう。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。相談失礼いたします、
質問なんですが、皆様は日頃のストレス発散のためにされていることなどありますか。こんな質問ですみません、いつも収録お疲れ様ですと。はい、サクッと答えましょう。はいはい、小林さんは猫をいじめる例をやべえやつじゃねえかよ。違う、やべえやつじゃねえかよ。何回か見た猫カフェでちゃんと猫と遊んでるのある。あ、そ、猫カフェ、あ、なんか間違って伝わってきた。猫カフェで猫蹴ってる。蹴ってねえ、俺出禁になるわ。やべえやつ、やべえやつ。有料だわ、有料客だわ。すみません、失礼いたしました。そうですね、ストレス発散ですよね。いかに、遊び慣れて飽き慣れてるおもちゃで食いつかせるかっていう遊びをちょっとやってる。ちげえよ。お前下ネタじゃねえか。それは捉え方しないよ。いや、やめよう。猫の話だって。小学生見てんですかね。そうね、まあ、自分のやりもって言ってたら、ね、はい、そうそうそう、酒とかなんかね、タバコもそうないし、ね、そう、酒タバコがあんまないんですよ、この辺は全体で。友達もいないんでね、私はひたすらガチャをやるっていう。ああ、いいっすね。わかる。ささげにぶっ込む。そう言ったら、もうウィンドウショッピングとかそういう欲で満たす人いるじゃないか、ね。うんうん、買い物に近いよね、あれは、ね。そうですね、もうガチャ回して出ない。そしたらストレス溜まる。そしたらガチャ回す、出ない。ストレス溜まる、ガチャ回す、でお金なくなる、カードからカードキャッシュする、出ない。で、まあストレス溜まる、これですよ、無限地獄。もうやだー、溜まってるじゃねえかよ。だから雲の糸を久しぶりに一回バッて出たら、それは全部破産されるのね、ちゃんと。そうですね、一個当たりが出ればさあ、でもこれすっきり、それでちゃんと発散されてる、これでちゃんとできますから。そうですね、それが一番。解散は何気も多分お金使う方かな。なんかイライラしたら金使って、やってやったぜっつって、好きなキャラのなんか買ったりとか、ざまねえな、コスプレのなんか衣装バッと買ってみたいなとか、なんかすげえでっかいもん買うとか、パソコンとか。あ、わかる。確かにあれは謎の達成感ある。わかる。年に一度の大物買いするわ、私。やってやったぜ、やってやった。それでピラッと買ったもん。そう、ノリとテンションで買って、ね、反省はしてる、後悔はしてる。あの、さっき考えて、もう大金使ってやってた、ね、これで俺は社会人だぞと。リアルで、リアル。ヤマピーはたまにでかいのかも。まあ僕も結構そうですね、買い物系とかガチャ回したりとかガンガンしますけども、うん、そうですね、ちょっと昔まではですね、雨降ってる中にひたすら佇むとか、そういうことがあって。ほらヤマピーは高温の部屋でさ、そう、ヤマピーの家ね、高温の小さい部屋、ボックスみたいな部屋持ってるもんね。そう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 、やっぱコンビ間でたまに揉めたりもしますよ。そうそうそう、バイトで悩んだりもしますよ。そう、叫んだりしてたけど、最近のトレンドはね、肝臓が痛くなるまで酒を飲むんですよ。お酒好きだからな。一番なんとかしないといけないの、ヤマピーだな。もしんないな。でも最近なんか、そのやってらんで、飲むべみたいなのちょっとわかる気がしてきた。ああ、そうだ。そうですね。もう、会社の飲み会なんて全く来ない人だったんだよ。そうです、知り合ったばかりの時。最近たまにね、まあここの間で飲んだりとかもあるけど。はいはい。皆さんもそういう大人にならないように気をつけましょう。こうはなれないようになっちゃったね。スポーツとかで汗を流せるような大人になろう。あー、爽やかー。でもね、スポーツの種目によっては結構ストレス溜まるから気をつけた方がいいですよ。そう、失敗したからね。ゲートボードとか最悪ですからね、本当に。確かに、あれ細かいイライラするそうなやつだね。めっちゃいいっすね。ボルダリングとかですよ。ボルダリング、小林さんのボルダリングで。たまに。うわ、おしゃん。おしゃん。ちょっと眩しいんで見れないっす。見れない、リア充の。ただし、ただし、一人で黙々と登りだけ。ああ、よかった。誰とも喋んない。たまに店のオーナーの人にガンバーって言われる。店長に、あの、ただ走るとこおすすめですね。あ、ストイックいいですね。とにかく何か発散しないとね、大きな声出すとか。そうですね、カラオケなんかもいいんじゃないですか。美味しいもの食べるとか。美味しいものいいですね。それで太っちゃうのもね。そうね、そういう普通の答えがなかなか出なかったですね。自分食べちゃうしな。はい、こんな感じで続きまして、これが最後のストーターでございます。はい、そして久しぶりにメールできました、ありがとうございます。ありがとうございます。皆様こんにちは。こんにちは。ストーター失礼します。皆様は毎月何に一番お金を使いますか。毎回動画でカードの話をしているので少し気になりました。なるほどな。面白かった、教えてください。なるほどね。まあコスプレかな、確かに。ファイブルで。あー、俺なんだろう、交通費かも。あーねー、普段金使わないから。それ入れして家賃とか、まあ生活費が。そうなんだよ。有給費ですよね。そうですね、オバコインカードだな。それは別よ。あ、そう、俺ゲーセンだ、俺ゲーセンですね。オバコインカードかコスプレかどっちかだな。あ、そう、山ピーな遊びに使ってる分はあるがあるな。ゲーセンで UFO キャッチャーと音ゲーで、私はパープロ。パープロ何てコスプレ。僕はあれですね、バンナムとサイゲームスとメープルさんにすげえ金を使って。いや、多いな。でも、まあ、全部ネット、まあ、アプリですね。それと一緒ね。いや、みんなろくな金の使い方しないですね。形に残ってないものがいっぱいあるよ。健全なのか不健全なのかよく分からない。解散が一番もしかしたらちゃんとした趣味かもね。ああ、そうですね。形が残るというか、その生産性というか。確かに。思い出もあるし。だって一般人で土日何してんのか分かんないし。ねえ、何カフェでお茶飲んで。いや、無理無理。つまんなくね。
意味わかんない。ずっと喋ってんじゃん。いや無理だわ。みんなどこ行くの？そんな毎日ジャスコにいるわおばちゃん。田舎じゃねえじゃん。ジャスコ出たらもう終わりよそんなもん。毎日いるわよ。フードコートにずっといる人いる。ずっと一日中いるばあちゃんいるよ。いるね。それと一緒じゃん。そうなってくんだよ。ね、もう各々理由ありますからね。そうですね、いろいろあります。こんな大人にならないように気をつけてくださいね。やめて。はい、というわけで今回不登校以上でございます。はい、ありがとうございます。もっと不登校ください。はい、これからもコメントと不登校お待ちしてます。じゃあねー。